お願いいたします、はい、JOC= 日本オリンピック委員会の会合で女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるなどと発言した東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長について海外でもこの発言などが取りざたされているということなんですが。 え先生は今回のこの発言など、どのようにお感じでいらっしゃるでしょうかそうですね、まあ、あ森さんは、えー、何回か日本の総理大臣をやられた経験のある方で、えー、大変、えー、日本の政治、大物政治家と言ってもいいと思うんですが、ご存じの通り、今、オリンピック・パラリンピック エピックの組織委員会の会長をやっていらっしゃるわけですね。えー、まあ、東京にオリンピックが決まってからその後ですね、えー、いろいろご尽力をされてきたわけなんですけども、えー、まあ,あー森先生といえばですね、えー、実は失言王といういろんなあの失言ですね。 失言法というです、ね、名前がついているようにです、ね、わ、えー、割と冗談では済まされないようなことをです、ねえー、結構、過去にも言ってこられたわけですね、あれいつでしたかね、ずいぶん前、えー、問題になったのはです、ね、まあ、選挙のことなんですけども、えー、まあ無党派層というのが、日本では割と多いんですね。 えー、無党派層がなんか30%、40%というようにです、ね、多いわけなんですが、その無党派層について、ですね、えー、無党派層っていうのは、どうせ、えー、自民党に投票しないんだから、えー、選挙の日はあ、まあ、寝ていてくれればいいんだと <laughs> 言ったことがありましてね、これがまたそのずいぶん。 問題にななったわけなんですが失言、まあ、王と言われるぐらいですから、まあ、いろんなことをこうおっしゃってるわけなんですけどもまた始まったかということでですねちょうど石原慎太郎さんという方が都知事を何期もやられていまして中国のことを「しな」というふうに言ってはならないということになってるんですけども年がら年中「しなしな」と呼び捨てにしてですね でまたテレビとかこういう公共のところでですねバカとかバカ野郎とかですね、えー、いうことを言ってはいけないんですけどもお石原先生は平気な顔してそれを何度も繰り返すとおでも割と問題にならないのはですねえああまた始まったかと。 いうことでもうみんな諦めてますから、あーまあ、文句も言わないし、文句を言っても始まらないということで、そういう意味で、ですね、えー、森先生の方もほうも、まあ、今回の場合もまた始まったかということで、えー、終わると思っていたんですけども、実はですね、ちょっとこの、まあ、報道が海外に。 出ててししまいまいね、えー、たまたまあのフランスですごく美人というか美形で、えー、あの人気のある、えー、確か欧州委員会の理事か顧問かなんかやられてたです、ね、ナタリー・ロアゾーさんというですねフランスの有名な元 大臣さんがいらっしゃるんですよ大臣って、まあ、あの EU の大臣ですよね、えー、いらっしゃるんです、その方がツイッターで、ですねこの森さんのことを、これはもう女性蔑視だと言うんで、こてんぱんにこの、まあ、非難したわけですね。 えーまあ、それがですね、この方、有名なもんですから、これがあのツイッターで次から次へこう伝わっていって、ですねついにアメリカの方でも、今、アメリカご存じの通り、えー、トランプ政権が終わって、バイデン政権に変わったんですが、この間ですね、<laughs> えー、このまあ、 アメリカの分断というようなことで、人種差別とか性差別とか、こういうことがですね今、アメリカで大問題になっているわけなんですよ。そこへ、ですねまたこのニュースが入ってきたんで、ですねこれとばかりで,ですねメディアが取り上げて、ですねえ日本で何度も総理大臣をやった方で、しかも今のオリンピック・パラリンピックのですね組織委員会の会長をやってる、こういう方がですねえこういうことを言ったっていうんで、ですね騒ぎになっちゃいまして、これがですね、 ですね、なんか私に言わせるとね、えー、日本の政治家とかこういう偉い人はみんなこうなのかというふうにですねまあ思われかねないような、まあ、日本にとっては不名誉な話、えー、これがですね今ぐるぐるとです、ね、情報がこの広まってるんですよ。 ーでもちろんあ森会長もですね記者会見を開いてもうあの間違ったことを言ったということで、まあ、取り消しされたんですけども一度言ったことっていうのはですね取り消してもですね後に残りますしね、まあ、取り消したりまたその謝罪の仕方によってはですね 謝罪にならならいと海外でもですねあれあの全部翻訳されて記者会見が全部英文に翻訳されて流れたんですがあんなのは謝罪じゃないという声がまたこれ上がってきちゃってですねどうにもこうにもならないということになってきてしまったんですね。 えー、まあ,あ運が悪かったって言えば運が悪かったんですが、まあ、森井先生といえばですね、えー、石川県の出身で、えー、しかもお年は83だか4だかですよねそうすると戦後の教育を受けられた小学校1年か2年の頃新教育を受けられたと思うんですけどもしかし新教育を受ける前にですねもうすでに男尊女卑の 社会、えー、で生まれたわけですから、三つ子の魂100までもと言いましてね、いくら後で勉強して、えー、男女平等なんだ、民主主義はこうなんだということをまあ学んでもですね、それはまあ知,識とし知識としては身につきますが、あこの感覚感性。 えですねえー、つまり頭の中まで,です、ねえー、染み込んだものをです、ねえー、これ消すということはなかなか難しいんですね、まあ、そういう意味で、えー、森先生もです、ねえー、やはり、うん、男孫女妃の時代に生まれた方ですから、あそういうものが頭に入っている、そうするとふとしたところで,です、ねえー、それが表へ出てしまうと。 いうことなんじゃないかというふうに思ってますがね、えー、まあそういう、まあ、三つ子の魂100までもということであればですねそれを、まあ、批判しても始まらないんじゃないかとそれよりもですね、えー、いち早く 戦後教育 <laughs> というのがあるわけですから、民主主義で男女平等ということになっているわけですから、知識としてではなくですね、念仏のように朝から晩まで男女平等、男女平等とこう、念仏を唱えていればですね、自然に頭の中もそうなっていくんじゃないかななんてことを私考えてますが、まあ私の場合はね、 あの三つ子の魂100までもでも、えー、もう子供の頃生まれた時から私のうちにはアメリカの宣教師の方がいて、えー、外人の方がと一緒に生活したもんですからからっきしですねそういう男女平等だなんていうことをねこの教育を受けること自体が不自然だったぐらい、えー、で、まあ、森先生とはちょっと生い立ちが違うんですがまあそういうこともあってですね えー、どうしてもおその頭の中にこばりついたあものというものはなかなかあ出ていかないもんで何かの拍子に出てくるもんですからあそこはですねお互いに気をつけるということしかないのではないかなというふうに思っております。<laughs> 増増田田先生ありがとうございいますははい、<laughs> この番組では増田先生 西先生への質問を募集していますラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください松田敏夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした